キャラはい、今回のゲストは未完成アリス、リュービなんでやねーなんでやねー懐かしいなぁ、はじめまして初めまして初めまして生まれ変わってから初めまして、生まれ変わってからだな、そうだな、ちょっと久しぶりにやろう、ディリッティーン、はい、なんでやねんです。テンションの違いすごい俺のなんでやねんは俺の司会のなんでやねんはね、無茶ぶりというかキラーパスな質問とかをこうしてみたりとか。そうな、ずっとでも見てて、僕ねこれ今日さ、なんでやねん撮ろうかって言っててさ、ちょっとね、その前から思ってたことがある、今日は、じゃあなんでやねんかける2、10の質問を俺にお、はい、したいと思います。どうぞ。じゃあ、スターウェブレコーズの好きなところ10個。10個好きなところ、はい、社長が、いい人すげえ間があったけどね、今社長いい、これガチでやってるんでね、打ち合わせなしでやってるんで社長が優しい優しいおお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 うん、はい、ルイはスターウェブレコーズだからね、とりあえずはね、はい、ミカサアリスもスターウェブレコーズ言っちゃってるよ、ホームページに載ってるよね。あ、そうだね、載ってるよね、はい、じゃあ載ってたらそうか、はい、じゃあ、そうだな、次、シアンがうるせえあれ、だんだんいいとこに上がってきてるけど、はいはいはい、いいとこだと思うよ、明るく楽しく元気よくみたいなね、はい、うん、で、リュービさんが見た目優しそうな感じ。おお、うん、とりあえずごましとこうか、はいはい、何も出ねえよ、何も出ねえか、はい、で、次、これほら、難しいな、これ難しいな、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 ほら、もっと言えよ、スカートパススカートパスがかっこいい、その他大勢のレーベルメントかっこいい、はいはい大輔パイセン優しい、優しい、スターウェーブからいなくなったやつもいいやつ、いいやつ、例えばケースケってやつね、ケースケってやつ、ああ笑い声 だけで場所が確認できる、嬉しいみたいな、で、あとラスト1個、かけるがいいやつ、ね、あ、かけるいいやつ、素晴らしい、10個言ったよ。じゃあ次お前、僕やるの、やばいやばい、しかし来るの、好きな、うん、まあ、オーソドックスに食べ物10個。お、食べ物、うん、まず、カニ。カニ、カニ、カニが好きなんだよ、カニが好き、うん、で、ヤマトイモ。ヤマトイモ、ヤマイモ博士だろ、僕。ヤマイモ博士、うん、ヤマイモ博士、僕は すごいどうでもいい博士だな。そう、3つ目は、たこ焼き。たこ焼き、たこ焼きもね、やっぱ大阪でね、塩で食べるのが好きです。塩で食べる、うん、俺はポン酢やけど、ポン酢、ポン酢、はい、うん、あ、ポン酢、ドロポンいいよね。そうそうそう次は、ラーメン。ラーメン、うん、次はお次は、うん、爽やかなハンバーグ。爽やかなハンバーグ、はい、爽やかなハンバーグどっかのヴァンパイアはなんか天下一品とか餃子の王将とか、どっかの天下一品、店単位で言い始めるあのクソヴァンパイアはい、はい、あと餃子。餃子、餃子も好きよ、結構食べる、うん、で、あとね、アイスはアイスシャーベットが好きっていうこだわりがある。シャーベット、うん、あとそばが好きよ。そば、うん、そばの神田ね、一緒に行った神田、ああ行ったね、そうだそうだ、仙台のね、そう、うん、あと、うん、やっぱね、これは外せない、納豆ね。納豆、うん、納豆もほんと好き、うん、で、最後に1個取っといたから、さっきから言いたくなったけど、 TKG、 あ、卵かけご飯、いや、いいね。いや、まあそんなリュービーですが、これか、あの、かけるスタイルではこういうのは言わないのかな、はい、じゃあスターウェーブなんでやねんっていうのは、スターウェーブの仲間たちのあんなところやこんなところっていうのをテーマに決めてお話しする、そういう番組です。そんなの一切無視してますもう帰りますか。帰ります。良いお年を。良いお年を。体を大事にしてください。ドラッグンロールドラッグンロールドラッグンロールはい、大好き兄貴でした。はい、これ見てるからはい、はい、未完成的な告知いってみよう。未完成的な告知いきます。3月2018年、
3月2日、高田のバーバーエリア、ワンマンライブがあります。いや、そのワンマンは何のワンマンだ。私、劉備の先端、生誕祭。先端祭。先端の方よ。先端祭。生誕祭。劉誕祭っていうね、タイトルです。まあ、なんか喋ってない。だからまあでも、過去にね、どっかのルイってやつはね、足骨折してる時にね、あの誕生日ね、ワンマンがあったよね、確かに、ね、そうだったね。で、それで飯をね、おごってあげるつもりで行ったんだけど、とりあえずまあ普通に飯行こうよっていう感じで行って店に入りました。かける、ごめん、今日財布持ってないんだ。持ってなかったね。何度目そういう系っていうね、そう、でもほら、なんだ、ね、かけるのものは僕のもの、でも僕のものはかけるのものだから。本当に、そう、じゃあなんか今日いただいて帰るわ。そう魂をくれてやるよ。魂じゃなくて、なんか現物が。魂を足りて。はい、そんなわけで今回のゲスト、劉備でした。お前